しいでしょうか。皆さんこんばんは、ロンサムドッグと申します。まあ素晴らしい演奏の後にはね、非常にやりづらいものですよね。本当にね、僕はですね、インチキロッキンブルーズというですね、ジャンルをちょっと作り出そうと、ちょっと日々努力してるんですけれどもね、お付き合いいただけたらと思います。In the cradle, in the fall.
ストンフィールズというね、19世紀末のですね、少年時代の原価畑の思い出の曲でございました。こんな感じでね、インチキにやらさせていただいてるわけでございます。大好きです、今の。ああ、そうですか。ああ、それは本当に良かったです。ちょっと、あ、こんなところに出てきましたね。うん、そうそう、すごいね。本当にね、若い人にね、ちょっとでも、ルーツミュージックにね、なんか興味を持ってくれたらなという思いでですね、結構ライブハウス行ってね、ロックンロールだとかパンクだとかね、あとは銀座のね、そこには若い人はいないんですけどね、ブルースなめんなよっていうような思いでね、ブルーグラスのお店に殴り込みをかけてる状況ですね。そういうわけでですね、お届けしたいと思います。マディ・ウォーターズさんのですね、不人気曲、ルイジアナブルースってね、南部を逃げ出す歌をお届けしたいと思います。ごめんなさい、間違えちゃった。最近キー変えちゃってさ。Thank you.
ましょう。いや本当にね、そういうね、なんか聞き迫る感じというかね、本当にね、女房を子供に逃げられてね、講談に一人取り残されてですね、近所の目線が気になってですね、夜逃げした時のことを本当に思い出してしまう、そんな曲でございました。続きましてね、かなり古い曲になるんですけれどもね、レッドベリーさんのね、ちょっと後ぐらいの時代の方なんでしょうかね、ボー・カーターという方のですね、コリーナ・コリーナという曲をね、やってくれたんですね。君のためなら何でもするよ、そんな曲でございます。なんかね、全然大丈夫です。大丈夫ですか？
ね。いい音や。なんか声があんまり出なくなっちゃったね。ワン・ツー・ワン・ツー・ワン・ツー・チェック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 ・ワン・ツー。はい、 OK ですね。いつもね、ハウリングギリギリぐらいでねやらさせていただいてますんでね、不慣れな方はちょっとねうざったいかもしれないですけどね。カルークアウトですか。あ、カルークアウトね。ギリギリじゃなくてハウリングの状態ってことですね。あ、いや、それがカッコです。それでね、ちょっと我慢していただけたらありがたいことです。最高です。続きましてですね、ロックンロールの原点の曲なんていうね、解釈をされているね、トミー・ジョンソンさんという方のビッグロードブルースって曲ですね。これは後にね、エルビス・プレスリーさんがですね、That's All Right って曲でね、ロックンロール誕生のきっかけを作ったって言われているね、そんな曲でございます。全然曲調は違うんですけどね、まあこの曲が変わって That's All Right になったということでございます。それでは参ります。ビッグロードブルース。
にね、拍手をいただけるんですよね。もうね、曲順とかね、全然覚えられなくなってきちゃってね。ですね、今年のね、6月に、こちらのですね、シカゴプランニングさんからですね、ロンサムドッグという生意気な CD をですね、ちょっと出させていただきましてですね、ありがとうございます。買いました。あ、ありがとうございます。今の曲はね、あのブルースハープのね、石川文夫さんという方がね、ちょっと入ってくださったりしてね、続いてのミステリートレインっていう曲もね、石川文夫さんと2曲だけちょっとやらさせていただきましたのでね、そんな曲をちょっと続けてやってみようと思います。リトルジュニア・パーカーさんの、ミステリートレイン、16両編成のですね、汽車が、僕の大好きなあの子を連れ去っていってしまうというね、そんな切ない曲になっておりますんでね、ちょっとハンカチを用意していただいてから、聞いていただけたらと思います。鼻水まみれで聞きます。
今の曲ですね、銀座のお店でね、メンフィスはテネシーからのね、ご一行がゾロゾロゾロっと団体様が来られてですね、スタンディングオベーションでですね、こんなインチキ英語ででもね、通用するんだなみたいなね、そんな思いをさせていただいた思い出の曲でございます。それでは最後になりますね、ローディ・ミス・クローディっていうね、そんなこれもね、切ない男の思いを歌った曲なんですけどね、そんな曲でお別れしようと思います。最後までね、楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。